私は先ほども今城さんから紹介ありました通り、ずっと学校の先生の自動車保険を取り扱う会社で働いてきました。その中で今の学校の先生の本当に大変な実態たくさん触れてきましたし、いろんな実態、若者の声を聞いてきました。年間の休みが数日しかないとか、賃金が手取り15万円で将来が見えないとか、収入が少なくてもうこの田んぼを継いでくれなんてとても子供に言えない、これ農家の男性の声です。長生きしてきたことが悪いことのように感じています。そう寂しそうに言っていたのは年金暮らしの女性でした。どうしてこんなに貧困や格差が広がるのか、やっぱり戦争をできるような国にだけはしちゃいけないなと強く思ったことを今でも覚えています。今はまさに暮らしと平和の正念場です。嘘とか改ざんとかを繰り返している、そんな政府が憲法を変えようとしているんです。絶対に許すことはできません。どうかこの旗の地域から皆さんのご支援で、私松本健治、憲法を守って暮らしを良くしていく政治を作っていきます。どうか大きなご支援で国会に押し上げてください。よろしくお願いを申し上げます。三崎の皆さん、佐田尾でございます。本当に懐かしい顔ばっかりでね、恩師の広田先生とかね、同級生の中野学君元気でいるのを本当に安心しました。とにかくこの日本が危ないと、戦争の時代になりそうだと、なんとか共産党もしっかりしなきゃんけど、他の野党もしっかりしなきゃダメだと、この松本政治候補よろしくお願いしますということでございますので、どうか政治の見せからね、松本さんの票を落とすようなことはいませんので、よろしくお願いいたします。ずいぶん新聞の世論調査では自民党が優位でいるってことを書いてるけど、とんでもなく慌てはんぺんだそうでございます。東北の一人区ではもう全滅だと言ってます、自民党で。四国もう肩に手がかかってるって言うんですね。共産党と保守本流という人間を大事にする、生活を大事にする、暮らしを大事にする政治を保守本流と革新本流の共産党で作り上げて、つなぎ合わせるのが私のこれからの仕事だと思っております。どうかその意味で高知県からね、これ松本さんを出してくれなきゃ困るんですよ。高知県からの国会議員、山原先生といい、花田先生といい、立派でしたよ。共産党の国会議員、共産党の党としての姿勢、一番真面目で誠実で、しかも日本の人々のことを見てくれてる政党なんです。これは保守本流の私が言うことですから、ぜひ一つ皆さん、自民党なんかに騙されないでくださいよ。どうぞよろしく松本健治さんをお願いします。ありがとうございました。